さあ両チームの選手たちが入場してまいります。現役引退を発表しました石井秀則を先頭に徳島、前半45分キックオフになりました。第41節徳島ヴォルティス対藤枝舞 FC、 前半左にエンド人に、まあ、強くいけるかという距離感ですよね、そこが遅れないように連動できるかというところだと思います。さあここはスペースに出ました、オフサイドありません。森海斗右から、さあ森海斗かわしてかわしてシュート、ファーストシュートは森海斗でした。木本だったと思うんですが ここで早いタイミングで背後を取る、まあ、森とのタイミングも非常に良かったですよね。最終的にまあシュートまで持っていけた、まあ、もう崩す形というのが、ね、できると思います、はい、さあ一方徳島高市でボールを奪ってチャンスになります。杉本から杉森シュート、決定機でした。ここも前のスペースの取り方も非常に良かったですし、シュートまで時間をかけずに、持っていきましたから、やはり藤枝のウィークポイントでしょうね、前に人数をかけている分どうしても久野美なんとかパスを回して西谷から横山、ここは田向が倒してしまいました。イエローです。水野こうするパス通った、折り返して長木のクリア、水野のパス良かったですね。良かったですね。あ、ここもイエローカードが出ます。で2枚目で退場です。4バックですね、はい、4-4-1 のような状況でやはり4枚のブロックを、チャンスだ、杉本のシュートは枠の左、長いボール背後に対して少し処理を誤った部分はありましたね。熊本戦34節以降ボランチでスタメンの座を掴んでいる西谷、ここで前半終了です。前半終わってスコアです。さあホーム最終戦、徳島にとってはホーム最終戦、後半45分がキックオフです。ライン出てないという判定、白井ワンタッチ、渡り決定機でしたが、白井浮かしてこぼれるところ長木クリア、試合終了です。スコアレスドロー。